今はどういう状況だ。あいつさっきまで怒りの鬼だった。怒りの鬼が両手を掲げた。火の鬼と楽の鬼、肉がひねりつぶされるようにして怒りの鬼はアイゼスの元へ移動。何か抗議するようにアイゼスは口を開いたが、声を発する間もなく急死。怒りの鬼の体が変わり、合体したのか。